こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていくのと、絵が上手い下手なんてどうでもいいというお話をしたいと思います。私は絵が下手っていう言い方が嫌いです。なんか人バカにしてるし、くだらない言い方だと思っています。私は物心ついた時からどんな人からも絵が上手いって言われていたので、それは私のコンプレックスとかからではありません。大人になってから絵の上手さとか才能っていうのはいろいろあるんだと思うようになったからです。俗に言う絵のうまさっていうのは、見たものを見たままに描けるスキルのことを言うのではないでしょうか。もしそれだけだとしたら、本当にくだらない要件だと私は思います。すいません。絵の素晴らしさは他にもたくさんあるし、21世紀になってそんな考えだっていうことは、ものすごく残念なことだと私は思います。でも俗に言うだけじゃなくて、専門家の方々がよく言うセリフで、崩して描く下手馬、まあリアルな絵じゃないんだけど、ちょっと下手くそに一見見えるけど、なんか味のある絵っていうもの、それを下手馬っていうらしいんですけど、下手馬みたいに描きたいんだったら、下手なままじゃなくて、まずはデッサンの練習をして、デッサン力をつけてこそ、下手馬っていう絵が描けるんだっていうことですね。それは本当一理あると思います。そして私は大学の時に実技だけは成績が良かったので、そういう意見っていうのは私にとってすごい都合のいい意見です。だから私は20年ぐらい前までそういう風にずっと信じていました。でも20年ぐらい前から私は必ずしもそうでないという風に思うようになりました。例えば抽象画を描くとき、抽象画を描くんでもデッサン力が必要だという考えもあるかもしれません。ある意味正しいと思いますが、不可欠ではないと思います。抽象画を描くんだったら、具象的なオブジェクトは必要ないじゃないですか。具象的って見てなんだかわかるもの？これは何の絵であるっていうのが、特定できないものを抽象画っていうわけで、例えば犬の絵とか山の絵とか、そういう決まった形じゃない、ただの形とか、バランスとかね、色とか、そういうのをうまく使える能力があれば、見た通りに描く技術がなくたって全然いいと思っています。あとはさっき下手馬って言いましたけど、デッサン力が全然ない人が描いた人物だったりとか、何でもいいけど、そういうものがすごい面白い場合もあります。逆に言うと、デッサン力がなくて、それでなんか形の崩れた絵を描いて、全然面白くもなければ、何の味わいもない絵もあると思います。そういう絵を描く人が何の才能もないと言っているわけではなくて、それをどうすればよいかということが問題になってくるんだと思います。だから多分多くの人がデッサン力をつけて、俗に言う上手い絵を描けるように練習すればいい。まあそれも一つの解決策です。ただしそれは本人がそういうリアリスティックな絵が描きたいと思った場合ですね。ちょっと私自身の話なんですけど、見たものを見た通りに描くことが上手になってくると、まあ上達してくるとやっぱり嬉しいので、一生懸命描いてた時期もあります。でもその頃は私はあんまり絵を見るっていうことはあんま好きじゃなくて、なんか面白みを感じなかったんですよね。リアルじゃないモダンアートとか、なんかそういうのの面白さを知るようになってから、なんかいろんな絵を見るのが好きになって、まあ古典的な写実主義的なのはあんまり面白いと思わなくて、まあ写実主義でも何がどんな風に描かれてるかによって面白かったんですけど、技術的な点で見るっていう意味では全然関心がなくて、まあそういう絵がいけないっていうんじゃなくて、私自身がどういうものを面白いと思うかという話ですね。私自身が面白いと思うような絵を私自身が描きたいということです。なので写実的な絵を描くというところからものすごく遠ざかってきてしまったのですが、私が描きたい、私が表現したいという作風にはどん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 近づいていってるというわけです。まあ長年絵を描いたりしている中で、私ができない表現方法っていうのはたくさんあります。でも私自身が表現したいという表現はだんだんいろいろできるようになってきました。
まあ私たちには長所と短所というものがありますよね。まあ長所は生かしたらいいし、長所でもやりたくないことはやらなきゃいいと思うんですが、短所ですね。その短所にこそ人の魅力っていうものがあるんだと私は思います。自分の短所の魅力ってすごく気づきづらいと思うんですけど、身の回りの人とかにそれはダメな部分なんだけど、そこがなんかその人の魅力だっていうようなことってないですかね。例えばだらしなくていい加減で、なんかどうしようもないんだけど、なんか人に対しても細かいことも言わないし、あんまり怒らないとか、それは私自身のことなんですけど、それを魅力だと思う人もいれば、だらしないダメなやつだってね、短所短所としか見てくれない人もたくさんいます。なんですけど、そう思ってる人に好かれようと思う必要もないし、欠点がもたらすプラスの部分を受け入れてくれる人たちを大事にすればいいんじゃないかと私は思っています。作品もそれと同じで、どんな作品があったってケチをつける人はいるし、そんな中で作品を気に入ってくださる方もいらっしゃいます。だから自分のどんな部分を磨くかっていうのは、自分がどんな絵を描きたいか、こんな話を聞いたことがあります。私の知り合いの彫刻家で、アメリカのコロラド州のデンバーっていうところの大学院だったかな。彫刻を作っているアフリカの方がいて、美術ではリアルに体を表現するのに解剖学まで勉強して、それで彫刻とかを作ったり絵描くのもそうだと思うんですけど、そんな感じで厳格に勉強するわけですね。で、そのアフリカの方は彫刻を作っててそんなに楽しくないみたいなだったかな、なんかそんな感じだったそうなんです。そして彼はもうこういう彫刻しか作れなくなっちゃった。すごくリアリスティックで技術はものすごく高い、そういった彫刻を作ってらっしゃったそうなんですが、もう楽しくないって言ってたそうなんですね。で、私の知り合いはその方にアフリカにいた時にどんな彫刻を作ってたのかということを聞いたそうなんです。そうしたら、もうほんと自由な感じでなんか作ってたらしいんですよ。で、その頃は彫刻を作るのがすごく楽しかったというお話だったそうです。解剖学をやるほどのリアリスティックな彫刻とか、あと絵を描くとか、何でもいいんですけど、そういう勉強をすることによって、楽しくなくなっちゃう人ばっかりじゃないとは思うんですね。そういうことを深く追求することによって、それが生きがいになって、幸せな人もいるかもしれません。だから人によるんですよね。多分ですけど、そこまで厳格にリアリズムを追求することになったら、私自身もそうなっていたかもしれません。上手だとか下手だとか、そういうことは実にくだらないことで、下手な部分っていうのは欠点っていうのは魅力。魅力につなげるためにはそこそこ練習したりとか何かしらの努力はいるかもしれないんですけど、いい部分も悪い部分もみんな持ってるし、それをどう活かすか、それを考えて書くことが大事なのであって、自分は絵が下手だとか才能がないとか、そんなことを考える必要はないんだと思います。どんなことが才能なのかっていうのたくさんあって、それがキリがないし、何が下手くそで何が才能がないっていうのも紙一重で、それが才能でうまさにつながっていくかもしれないし、だから何が言いたいかというと、自分の持ってる魅力とか才能を表現したところで、それをいいと思う人もいれば全然いいと思わない人もいるので、自分はどんな作品が好きで、どんな作品を描きたいのか、自分はどんな作品が面白いと思うのか、自分を信じて書いていくことが大事なんだと私は思います。トークの動画に、なんで私はいつも絵を描いてるかというと、どんな絵を描いてるやつがこんな話をしてるんだっていうことをちゃんと見せるために、自分のトークも同時にやっています。私の絵をいいと思わない人いることは分かってるし、それを分かった上で自分に自信を持って絵を描いていきたいので、作品の動画も載せています。私の作風を気に入ってくださる方もいるのも知っているので、そういった方々のためにも、というか私は私の幸せのために自分らしい絵を描いていきたいと思っています。私自身にも絵を描くことについての弱点とか欠点とか苦手なこともいっぱいあります。それを克服するために頑張ってきたこともあります。ダメな部分を少し改善するっていうのはいいし、必要な場合もあるかもしれないけど、
ダメな部分ばっかりに目を向けて、良かったことなんてこの人生一回もないので絵を描くこともそれは同じなんじゃないかと思います。絵が完成しました。今日は白黒で描いてみました。これは王様の二つの顔というタイトルです。私自身絵を楽しんで描いてるかっていうと、なんかすごい楽しいっていう感覚はないんですけど、すごい充実感があって、なんかそういうのを楽しいっていうんですかね。絵が描きたくて描いているのに、なんか楽しくなくなっちゃったり、辛くなっちゃったり、なんだかよくわからないけど、そういう風な感覚に陥っちゃったりとか、あとはなんかすごい個性的なセンスを持ってたり、美的感覚を持ってたり、なんか面白く表現する能力があったり、なんかいろんな方がいて、いろんな才能を持っていると思うんですけど、見たものをうまく描けないとか、なんかそれが原因で子供の時に絵が下手だとか言われたとか、そういうことが理由で絵が描きたいのに絵を描かないとかっていうのはすごいもったいないなと思ったので、こういうお話をさせていただきました。私は昔、絵のうまさって生まれた時から決まってて、生まれつきでなんか絵のうまさって変わらないのかと思ってたんですね。だけど大きくなって絵描く練習いっぱいしたんですけど、絵を描く技術とかって上達するし、なんか表現力っていうのも磨かれて、持ってる感受性とかっていうのもより豊かになるし、そういう風に大人になってからにも上達したり成長したりということを私は実感しています。だから元々の才能なんて全然関係ないと思います。この話本当にキリがないので、そろそろ動画を終わりにしようと思います。ということで最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。